もっと聞いてね MBS さあいただいたメッセージご紹介しましょうラジオネーム絶対匿名でお願いします参加いただきましたこん、はい、ちゃんやってら言うてまうよあらららも、ね、一応ここ,こ,こ周りで囲ってあるね。間違いは、えー、しないと思うんですよね特命の方神戸やね <laughs> <laughs> あ,あ怖い特命特住所や言うてるのに,うるのに、うん、神戸やねっうから <laughs> なんて <laughs> それをさららっと言うか早速ですが私の悩みを聞いていただきたくメールいたしました、はい、子育ても一段落して高校大学と一緒だった友人と2年ほど前から会うようになりました、はい、そのうち同じ高校出身の4人が仲,く仲良くなり最近ネットオークションで店を始めたのですがそのうちの1人が 私に不快なことをしてくるようになったのです例えばミスをしても私にだけダメ出しやこの子アホやからとか飲みの席でもバンバン肩を叩いてそれがあかんねんとか言ってきます仕事に使うパソコンもあんたは親の遺産あるから頼らさせてなと言って全額払いそうになりました私も儲けが出たら返金してもらえる自信があったので OK したのですが他の人がそれはあかんということで割り勘になりました、はあ このグループに入ったのは私が最後だからどうしても遠慮してしまいます他の人はいい人なので失いたくもないのですどうすればいいでしょうか、うん、ちなみに私は50代 ×1 子供大学生ですまあ,このあなたは遺産あるからな片手までやってはるんちゃうのそんなにお金困ってないんでしょ私らは本気なんよっていうところが見え隠れしますよね,すねやっぱしね女性って女性、まあ、男性もそうですけど 同じような環境の中で4人やってるのと1人ちょっとお金が余裕ある方がいらっしゃるのと微妙に温度差が出てくるのかもしれませんね。っでね,でねこのネ,ットネットオークションやったらそれぞれが多分まあ物出し合ってそれを売って利益を割ってるんやと思うよな。うん、だからそれある意味平等やんか、うん、で別に特別な技術もいらんやんかある意味な。うん、これが問題やね、うん、実はそれぞれそれ例えばまあ僕らはタレントであって、うん、でアナウンサーでしょ、はい、で作家でしょ。 博多はだか別にこの3人で飯行ったりしてももめる分野がちゃうからうで,れれ、ね、でもそれぞれでそれぞれのね、うん、この3人が例えば何かやろうかって言ったらこれはまた。 それれぞでほんなら作家でここの作家で知恵ちょうだいとアナウンサーとして知恵ちょうだいとタレントとして知恵ちょうだいとかあるやんかこの場合は用意ドンで同じような能力でやっちゃってるから絶対揉めんねんこれいずれ全部揉めるよこれ共同経営でねうまいこと言った最後までやりきったって聞いたことないです結局はワントップなんですよね。ワントップ社員でそののた列 二、ね、人共同の経営者がおって兄弟でも大体思いません,ん兄弟で同じ環境でほんなも名前もブランドも変えてまで別々になるってだしそれはやっぱりね,とね兄としてみたいなのは出てくると思うからうでもね優秀なのは弟やったりもしますやんだからねやかそのノウハウだけ引き継いでね正直で、まあ、ネットオークションであるならばですよんまあ個人まででも自分でやることもできますやんか まあねねそのノウハウハをもうかかったら分かったたらら、ねはい、別にその4人でやってるみんなはまあ言うたら分け前が減るにしてもまあ自分の一人でやってる方がもしくはね相原さん、うん、すごく両方とも本部本間の方の事業がうまいこと言ってて全然違う分野を別々のところから出資するんやったこれはいけんね、うん。うんね これってもうだから生活かかってる状態やろほか他のなか意地悪していない人たちは割とまだ余裕があるかもねれな,いんねんなこの人だけが貯金な正直でこれで何とかこれで何とかと思ってはるかもしれないん言うたら確かにで最後この人が入ってけえへん方っ分け前も3人もしくは4人で分け前をできたのにって思ってるかもしれんあーそっかーそういうのってあるじゃないですか僕はもうねあの 決定的に揉める前に別に個人的なつながりはあってもよろしい、うんうん、仕事を一緒にするのと、何のメリットがあるんだろうね。友達は全然違いますよ。なんで一緒にメリットあのやらなかあかんこの人だって最初に立ち上げたところで後から入ったから教えてもらってる立場なんでしょうん。<も>あなたもやれへんみたいな。仲はいいんですよねそもそもが。この一人同級生友達なんじゃう、うん、でもともとじゃんね。<laughs> これもそれはねあると思いますよだって同級生で同窓会で会うんやったら別ですやん、うん、この同窓会で集まった人間と会社するってなった時にそ点ちゃうでしょううううここまでの生きてきたものが違うとやっぱりそのまあ俺らでも例えば何かの時に同級生とか言われたしたら「金持ってて」とか言われるもんや。はいあ 独身で金持っててっていうので、そ俺宝くじ当たったわけちゃうのにって心の中では思いながら、らもううちの嫁さんとか割と如実でね、なんかまあ前に勤めてたお店のとこにまあ忘年会でおいでやみたいなことがあったりするんですって、っててでそこの従業員の方々ってまあいろいろみんなバラバラになってるじゃないですか。うん、それは幸せに店やってる人も俺や、まあバツイチで子供を抱えてっ,てってまあそこでまだ集まるわけですよね。うん、当たりきついっていうもんやっぱりその。 罰チで大変な「あんたはええな」みたいな<ー>またそれでもまあ一人あのハロウィンみたいな格好で行きますやんかみんな結構もう店辞めて何年も経ってそうねじ地味な感じで来てはんのにもうものすごい格好で来ますやんかねなるほど「ザワールドの楠田入子みたいな格好で行くんですよあれお前もう,もう笑かしにかかっとったやないかもそりゃあんたはええな言われるとは分かってないけどな <laughs> 嫌味で言われてんねやとのあんたはやっぱあるんですよね環境が変わればでもお仕事は僕でご一緒にしない方がいいと思いますノウハウだけ分かってまあそこで自分ののがいいんじゃないですかで結局仕事ってそんなもんでしょそうですね仕事は仕事ですよね独立してお店やったや飲食業も人足らんから一緒にやってるけどもだって旦那と嫁さんがやってもそうですもんね結局別れたら一緒にはできないんですから共同経営や言うとやった 商売は人のいいいと思いますよさあ皆さんもうっすら知っている相原に迷いをぶつけてみませんか迷っている事柄を詳しく書いて送ってください採用者には相原直筆色紙とボールペン千車船上方温泉一休さんとのコラボタオル赤ひげ薬局様からタツノオトシゴ霊糸かき肉エキスオットセイなどが配合された飲みやすい清涼飲料水2回戦パクパクモグモググチャグチャプー <laughs> <laughs> お届けします。はい、二回戦一本とタオル一つ差し上げたいと思います。はい、ありがとうございました。